こんにちは、速稼塾の久保です。モッピーをお使いの方で2020年の12月とかね、2021年の1月2月あたりに au の光回線に切り替えると11万円がキャッシュバックされるよっていうような、ね、そんな案件をされた方いると思うんですよ。この手続きがね、実にめんどくさい。で、私今完了しましたので、これお送りしますけども、どのぐらいめんどくさいかっていうとね、通常モッピーのポイントバックって、自動的にポイントがバックされるんですよ。でも今回の au 光、金額が大きいのもあるんですけども、これほとんどの方がね、忘れる、もしくは諦めるんじゃないかなと思うような内容になってます。というのがね、私の場合は、1月からサービススタートだったんで、キャッシュバックをいつ受けられるかなと思って11万円ですから待ってるじゃないですか。そうするとですね、それぞれのキャッシュバックにつきまして、こちらから申し込まないといけないんですよね。しかも申し込めるのが数ヶ月後なんですよ。そこにはいくつかの罠がありますけども、あえて罠と言いますけどもね、今回は3つポイントを絞ってお話したいと思います。1つ目はですね、最初にこの au の光を契約するときに、有料サービスをプラスアルファで申し込まなければなりません。この有料サービスは、最初の1ヶ月もしくは2ヶ月目は無料で使えるんですけども、その後は自動的に有料課金されて、毎月毎月引き落とされるんですよね。まあですんで、申し込み月の1ヶ月目とか2ヶ月目に、この言いもしない有料プランを、解約手続きをこちらからしなくてはいけないんですよ。この解約手続きがね、めんどくさい。例えばコールセンターに電話するんですけども、なかなか繋がらないんですよ。毎日暇な人だったらいいですよ。でも例えばね、コールセンターの営業時間が朝10時、そして夕方5時に閉まるとしたら、その時間に電話できる人ってほとんどいないんじゃないかなと思うんですよ。ということで、今日も繋がらない、今日も繋がらないってことで、ずーっとね、結局はこの継続課金モデルにハマってしまって、必要のないサービスにお金を払い続けるってことになっちゃうんですよ。これうっかりすると、3年5年とか契約し続けることになりますので、莫大な出費になります。毎月の出費は数百円なんですけども、積もり積もってね、年間で、例えばね、数千円とか数万円になってくるわけですよ。これがインターネットを使う限り、ずーっと使われちゃうわけですよね。しかも、サービスなんてこれね、全く必要ないんですよ。だから最初からつけるなって話なんですよね。これが一つ目のポイントです。で、二つ目のポイントは、キャッシュバック11万円は3つに分かれてるんですよ。ね。3つに分かれていて、5万円っていうのと、2万5千円っていうのと3万5千円。こんな感じで分かれてるんですよね。で、しかもそれぞれに申し込めるタイミングが違うんですよ。例えば、最初の5万円っていうのは、これモッピーからバックされる分なんで、これは基本的に黙ってればいいんですけども、これがですね、まずはね、手違いで5万円が入力されませんでしたと。入金されてませんでしたみたいな連絡があって、その後やり取りをすると、だいぶ遅れて5万円分のポイントがモッピーに入金されたってことになります。まあこれはいいですよね。モッピーが責任を持ってやってくれたんで、ここは良かったです。この先なんですよ。au 光に契約したはずなのに、プロバイダーのビッグローブ、そして25という、わけのわかんない会社も入ってくるんですよ。で、それぞれに申し込まないといけないんですよね。で、私の記憶の限りは、1月にサービス開通で、ゴールデンウィーク月ぐらいに1回キャッシュバックの申し込みをしないといけないんですよ。で、これで、だいたい2万5千円のキャッシュバックについて手続きをします。まあ、この手続きもめんどくさい。しかも、もう忘れてますよね、だいたい。こういうことなんで、私の場合は、忘れないようにカレンダーにあらかじめメモしといてね、この時期に申し込むんだよっていうふうに書いておきました。まあ、でも、やっぱり、連絡繋がらないんですよ。繋がらなくって、最初の1日目繋がらないんで、次の日しようかなとかね、来週しようかなっていう時に、だいたい1ヶ月とか2ヶ月過ぎちゃうんですよね。そうすると、キャッシュバック申請期間っていうのが過ぎるんですよ。これが2つ目の罠です。3つ目の罠、これがすごく大変ですよ。だって光開通してから、3万5千円のキャッシュバックってこう分かれてる部分の3つ目なんですけども、これがね、11ヶ月後からじゃないと申し込めないんですよ、キャッシュバックを。しかもこれを1ヶ月以内にやれってことなんで、大抵忘れてますよね。でも私の場合は忘れずに連絡したんですよ。そうするとですね、申し込み期限過ぎてますって言われたんですよ。冗談じゃないと思って怒ろうと思ったら、でも今回連絡いただいたんで、特別に1ヶ月伸ばしますので、来月申し込んでくださいって言われました。ね、今すぐじゃなくて来月って言われるんですよ。で、来月申し込むための手続きをしてくださいっていう風に連絡が来たんで、まあ、しぶしぶその手続きしますよね。この電話も非常に長かったです。もうね、イライラしますね。だから会社勤めの方が昼休憩に
これちょこっと電話したぐらいじゃもう終わんないですよね。しかもこんな対応してるんで、他の人の電話も多分潰れてると思うんですよ。いや、ほんとひどいですよね。一人一人の対応に時間かけて、で、インターネットでメールとかで申し込めばいいじゃないですか。しかも、解約の手続きわざわざしなくたって、自動的にやってくれればいいわけですよ。キャッシュバック目的でやってるわけですから。で、まあ、振り込みのキャッシュバックのね、申し込み手続きをするわけですよ。そして、最後の申し込み手続きの書面が来ました、メールで。これがむちゃくちゃめんどくさいんですよ。また。書類を何つも印字して郵送しなくちゃいけないんですよ。もうほんとここまで手間かけさせてね。で、キャッシュバック渋るなよ、ということが三つ目。とにかくね、忘れてしまう。めんどくさい。期間が長い。この三点でほとんどの方は、これキャッシュバックの11万円を、もういいやって感じになると思うんですよ。これは。私はね、もう、稼ぐこと、貪欲ですから、やりますけども、これをね、暇じゃない人、お勤めの方がやろうと思ったら、もうね、もういいやになりますよ、これ。つまり、申し込む、キャッシュバックを申し込むお客さんが諦めるほど、こういった au ですとか、ビッグローブとか25っていう会社の利益になるっていう構造なんじゃないかなと思うんですよ。だからね、11万円キャッシュバックで人を呼んどいて、結局はそれを顧客にどうやったら渡せないようにするかなってことを考えてるね。まあ、パソナみたいなもんですね、これはね。まあ、そんな感じで今回ね、非常に不自由をしましたってことですよ。これ全部、こんなことしなくてもキャッシュバックスッとすればいいじゃないですか。全く、わけのわかんないことしてるとしか言いようがありません。ということでございます。で、今回の11万円キャッシュバックの内容で注意点っていうのは、あらかじめ私は1年前動画にして、公開限定でね、お送りしましたんで、この限定公開の動画をお受け取りの方は、間違いなくやっていただけると思いますけども、まあ、今回ね、その動画も公開して、一般公開にして下の概要欄につけておきますので、ご覧いただければと思います。まあね、au 光、キャッシュバック。なかなかこれはね、やってくれましたね。手の込んだことしてくれる。まあ、11万円だから仕方がないのかな。まあでもね、プラスアルファ言いますけども、au 光を解約した時に、解約手数料取るでしょ。2万か3万。ひどいっすね、これはね。だから結局ね、切り替えても、そんなにメリットはないってことなんで、まあ今ね、ソフトバンク契約の方はソフトバンク光そのままやっとけばいいし、au 光契約しちゃった方はずっとそのままでいいし、その他の回線やってる方はその他の回線そのままでいいんじゃないですか。切り替えて得するなんてのはその瞬間だけで、長い目で見たら得じゃないですね、これはね。そういうふうに私は判断しましたけども、いかがでしょうか。それでは本日は以上です。ではですね、署名捺印した書類とともに、これレターパックで送ります。配達記録が残るもので送付してくれということですよね。つまり、途中で何らかの、まあ、トラブルでね、届かなかった分には保証しませんってことなんですよ。まあ、ですんで、普通に60円切って、70円切って貼って出して、それが、どうにかなっちゃった場合でも知りませんってことなんですよね。だからこれ悪く考えればね、届いた封筒を破棄して、届いてませんよって言い張ることもできるんじゃないかなと思っちゃうんですけども、それはちょっと考えすぎですかね。まあでもね、この時代に印鑑を押してくれってことですよ。何の印鑑やと思いますけどもね。ちょっと文句しか出なくて申し訳ないんですけども、あんまりめんどくさいことをさせないでくださいよ。これお互いに損だと思いますよ。これ何の意味があるんですかね、こんなことすることに。この25っていう会社、何セールスしてくるのかな、また。まあいいや、送りますね、これね。ということでね、au のキャッシュバックはめちゃくちゃめんどくさい。めちゃくちゃめんどくさいよ。本当に。これ普通のモッピーの案件だと思ってやってたら、お間違いですね、もうね。一つの仕事ですよ、これ作業ですよ。ということで、キャッシュバックお願いしますね。私は今までのところ、これが完成したら全部のキャッシュバック11万円がパーフェクトになります。ただ、やったからこそ言いますけども、むちゃくちゃめんどくさいです。もう、ほとんどの方にはできないと思います。はい。ちなみになんですけどもね、この25っていう会社、株式会社25なんですけども、Google で検索してみました。なんか住宅街の真ん中にあって、街頭の住所に写真が出てるんですけども、これじゃないですか。普通の家ですよ、これ。普通の家で、築30年ぐらいで、なんかスカイライン止まってますね。これ、3、4ぐらいですかね。3、4のスカイラインぐらいが止まってます。なんかこんな家ですよ。まあ立派なお屋敷だと思いますけども、これが株式会社25ですかね。ぐるっと周りを見ていくと、
民家、ガレージ。これですね。で、あれだ、狭い道路。なんすか、これ。これが株式会社25か。ここじゃなくて。みたいですね。この住所ですもんね。ちょっとね、正確にはちょっと測りかねるところがあるんで、もしかしたら違うかもしれませんけども、住所検索したところ、そうですね。これ出ますね。もう一回出してみましょうか。15、一番地の2ですからね。15、一番地の2、これですよ。オールコネクトっていう会社がある。オールコネクトっていう会社の中にあるのかな。ここと一緒ですね。ここと同じ会社ですね、どうやら。あ、ここはなんか、ホームページしっかりしてるな。でも25っていう会社じゃないですね。ちょっと不気味なものを感じるんですが、これは一体何なんでしょうか。株式会社25。これだな。株式会社25。これしか出てません。au 光の代理店としてインターネット接続サービスを行う会社。まあ会社がでかいとか小さいとかでケチをつけるつもりありませんけどね。私の会社もなんか小さいですからね、とっても。スーパースモール会社ですから。25ね。はい。わかりました。ありがとうございます。まあ、ね。よくわかんないけども。よくわかんないけど。こうやって、全国調べてます。すみません。じゃあ、全部の動画以上でございます。